本日上空より能登半島の町道路を広く見て回らせていただきました。また避難所を視察し、厳しい避難生活の状況を確認させていただきました。体にはくれぐれも気をつけてください。一時的にこれよそに避難したとしても必ず将来ここに戻ってくれるという、やっぱり皆さんその安心がないとなかなかやっぱりこう外に行く決心もできないでしょうから、やっぱりこの一時的に健康のために移っていただいても必ず戻れるために、やっぱりこの地元のその仮設住宅をはじめ環境整備、これは並行して進めてもらう。事情は皆さん様々いろいろだと思うんで、よく市長さんはじめですね、それぞれの思いを伝えてもらって、それを国や県はしっかりバックアップしていきますので、どうぞまたよろしくお願いします。被災地の皆様が一日も早く安心して元の生活を取り戻せるように、私自身、先頭に立って、政府一体となって被災地被災者のためにできることはすべてやる、この決意のもとで現下の震災対応、そして被災者の生活となり合いの再建支援に全力で取り組んでまいります。